はい、こんにちは、スワクタカと申します。2014年も、もう終わりかけということで、この1年お世話になったデッキを、まあ、いたわり、どんなデッキだか振り返ってみたいと思います。はい、ではまず、左上からいきましょう。こちら、はい、皆さんご存知ですね。はい、クリフォードですね。はい、まあこれに本当、まあ、これを後半音がずっと使い続けてましたね。いつでしたっけ、これが出たのは。ネクストチャレンジャーズだけども。今年のまあ5月、6月もうちょい前かな。うん。まあ、そっからずっと使い続けてて、1000級で上がっていたんですけどね。いや、まあ、ペンデュラムをね、まあ、コナミさんがね、ぴゃーいや、まあ、コナミさんがね、まあ、ペンデュラムを売り出したいというか、まあ、前面に出したいと思って使った、このデッキ群ですけども。まあ、ただね、まあ、このクリフォードツールというカード、これがまあ、クリフォードを支えているんですけども、まあ、逆を言うとですよ、まあ、クリフォードレベルのカードがない、ツールレベルのカードがないと、まあ、ペンデュラムは前に出れないってことですよ、要するに。うん、だってですね、まず2枚ないとダメなわけですよ、ペンデュラムって、絶対に。まず2枚を貼る。うん、で、さらに2枚を、まず、ね、貼るためには持ってこなきゃならない。で、さらに貼っても、まあ、サイクル、魔法トラップ扱いなので、まあ、サイクロンなので妨害される。うん、で、手札から出す、一番最初はどうやったって手札から出なきゃならないです。ほとんどの場合はね。うん、よほど準備をしない限り。で、そこに何かを当てられたら、もう多大なる、もう尋常じゃない、ディフィナーの問題でしょ、クラウ。うん、となると、やっぱ能動的に何でもサーチできるようなカードがないと、まあ、絶対揃わないわけですよ。例えば、時読みの魔術師と星読みの魔術師っていうのは、夕夜デッキと全然噛み合ってないですからね、あの効果。うん、全然持ってこれないし、何も。うん、結局、エンタメイトデッキイコール夕夜デッキみたいな感じになってますから。うん、時読み、星読みも、能動的にサーチできるカードがほとんどないんで、うん、オッドアイズに至っては片方しかできない、ね。片方しかできなかったっけ、あれ。うん、まあ、ですのでね、まあ、クリフォートは、まあ、まあ、出すとしては、やりすぎっていう人もいるんでしょうけども、やっぱ必要なデッカードだったと思うんです。分からせてくれた。ペンデュラムが、流行るためにはこれぐらいしなきゃならないよということをね。うん、で、次。はい、こちら。はい、妖戦獣ですね。うん。これはね、ランク4デッキということで、やったんですけども、ランク4デッキということで使ってはいったんですけど、まあ、あれですね、運営方法はほとんど一緒ですよね。まだ終わらしちゃってるわ。うん。あんまり変わらないと思います。デッキ。なんで新地なんで入ってんだ。あ、多分なんか入れ替えたんだな、これ。はい、うん、これもまあ、メタビートの一種で、まあ、罠を伏せて、まあ、デッキを戻して、まあ、フィールド上に残らないので、相手に戦闘破壊される覚えがなく、相手モンスターを罠で除去って、で、妖戦獣で戦うというか、うん。まあ、楽しくはあるんですけれども、やはり、どこかしら一辺倒になりがちな部分はありましたね。うん。まあ、使ってて、まあ、ある程度戦いはするんだけれども、やはり、うん。どこかしら、まあ、なんて言うんでしょう。飽きが来てしまうデッキじゃないかな。うん。他のメタビートのように。まあ、そうですね。サーチカードもほとんどないですよね。これしかない。うん。これも能動的に使えるとは言い難い、うん、性能ですから。まあ、強いとは思うんですけれどもって感じかな。うん。で、はい。で、テラナイト。まあ、これは、あんま使わなかったんですよね。光の。光天使セプターの時使ったっけ？確かね。うん。光天使テラナイトの時はよく、こればっか使ってましたね。まあ今は光天使入ってないですけど。まあ、気違いでしたね、光天使テラナイトは。負ける気がしなかったもん。うん、あれは強すぎた。負ける気がしなかった。なあ、光天使テラナイトってどうだっけ、いつでしたっけ、あれ光天使テラナイトって今年だよね。確かね。うん、確か今年だったはず。うん、まあいいや、今年なくても、まあとりあえず、でもいずれにせよ使ってはいるんでね。うん、これはなかなか面白いですよね。リビングデッドの呼び声とかでも効果が使えて、特殊召喚でも効果が使えるんで、相手ターン中に動くことができて、
で、いろいろなね、エクシーズも使えますから、テラナイトも使ったり、他のデッキも使ったり、なかなかいい調整だと思うんですよ。うん、特にこのあたり。うん。ね、これをね、使ってしまうと、他の、光天使でし、じゃ光天使じゃないわ。テラナイトでしか、うん、なんかいろいろ混じってんな。テラナイトでしか、攻撃できないということがあって、他のエクシーズをしてしまうと、まあ、攻撃ができないというジレンマが出てしまう。うん。で、こちらは使ってしまうといいんだけど、同盟カードがサーチできないんで、ね、デネブからデネブをサーチできないんで、他のを持ってくるしかなくて、ループをね、途切れさす可能性が出てきてしまうんで、うん。まあ、いずれにせよこれを引かないと話にならないんですけど、はい、このデッキは。うん、なかなかね、このデッキ、ね、次の環境もね、なかなか、このデッキ戦えると思うんですよね。うん。ランク4の中でも結構強い方だと思ってます。セイクリッドダイヤが、いい感じにね、シャドールとかのメタにもなってますし、うん。で、テラナイトも、他のね、ハービーの羽暴気も、このデッキと思いっきり噛み合いますからね。これ罠デッキですから、言っても。うん。まあ、次の環境にも期待ですかね、これは。で、次。ヒーロー。ヒーローなぁ。いや、まあ、なんて言うんでしょう。使いたかったけどなぁって話です。だから言うように、私嫌いなんですよ。ダークロート、シャドウミストが。ぶっちゃけ。本当に、こっちの使う気を削いでいる。うん、まあ、こういう動き方がしたいんじゃないんですよ、僕は。うん、ヒーローっていうのはもっとなんか罠を使って、うん、なんか1球打点でビートするもんとずっと思ってたから、未だにそれが抜き切れてない、うん。だから使いたくないんですよね。今やエレメンタルヒーローノーデンとかいうカードもありますからね。いや、でも実際そうでしょ、あれ。エレメンタルヒーローノーデンってカードでしたよ。ノーデン使いたくないからって理由でもあった。ヒーローを使わなかったのは。かといってね、入ってなかったら、お前それ本当にヒーローって言われたことがあって、うるせえな、別にいいだろ、みたいな。ほっとけよ、みたいな。これもなかなかな、難しかったな。好天使ヒーローとかもあったな、そういや。まあ、次の環境でね、うん、まあ、勧誘語がね、制限になったんで、うん。まあ、ノーデンを必ずしも必要とはすることはない。ない。入れてて損ないけど。で、はい。最後がこちら。聖騎士。これで大会出たかった。てか、大会出たかったじゃない。これで勝ちたかった。でも、もう本当に勝つ時がなかったわ。使う時がなかったわ。うん、まあ、こいつが出たおかげで、ま、戦えるレベルにはなったと思うんですけどね。ネクロスにはもう100回やっても勝てなかったわ。本当に100回やった。ADS とかね。数えたけど。うん、マッチ100回は言い過ぎだけど、うん、シングルで100回以上は必ずやった。絶対やった。一回も勝てなかった。マジで。初手最高の動きしても勝てなかった。通り修羅で一発で死んだから。うん、今でもね、まあ、ベーラーとか積んでるんだけどね、それでも無理だったからな。うん、まあ、次の環境でね、なんとか動画には載せられるように、大会で皆さんに見せられるように頑張りたいと思うんですけどね。まあ、この、今年はそんなにほど作らなかったな。5つしか作ってないね。うん。いや、他にも作ったことは作ったんだけど、即崩しとかばっかだったからな。うん。まあ、これを、まあ、大会とかで使ったのはこれぐらいかな。うん。まあ、次のね、環境でね、まあ、次の環境から、まあ、一応、ネクロスも消えて、まあ、クリホード一強というわけではないらしいですから、シャドウルトが逆に来てってね。うん。で、他にもなかなか、他の CS の結果とか見てると、新生源の CS の結果とか見てると、結構群雄割拠な感じらしいです。まあ、環境変わり際というものは大体そうらしいんですけどね。うん。
まあ、それでもなかなか面白い環境にはなると思っていますので、うん、まあいろいろと楽しみにしておりますね、次の環境が。はい、それじゃあ以上になりますかね。はい、まあ2005年がねどういった1年になるのかはわからないですけどもね、うん、まあ遊戯王はね、俺たちの戦いはまだまだこれからだって感じですから、僕からしたら。うん、まあいろんなデッキと、まあ、触れ合って、まあ、組んでいきたいかなと思っています。うん、いろんな敵とも戦ってみたいですからね。うん、2005年はそうだな、いろんなところに出張しに行こうかな。うん、東京とかあたりに。うん、まずは東京だな。うん、どういったカードショップがあるのか、どういった人がいるのかをね見てみたい、できれば動画撮りたい。よし、それじゃあまこれぐらいにしておきますかね。はい、それじゃあ以上になります。お疲れ様でした。